ですね、糸町の45巻10月号はですね、糸町市で初めてですね、大腸低分化腺がん、特にその初期像に迫るためにですね、早期がん、またはですね、大きさの小さな進行がんについての知見を満載いたしました。大腸低分化腺がんの初期像とその進展という特集号をご用意いたしました。大腸がんのほとんどは高分化または低分化腺がんであり、中分化腺がんであり、低分化腺がんが非常に少ないことは皆さんご存知だと思います。しかしこの珍しい大腸低分化腺がんの内視鏡的、肉眼的、病理学的特徴についてご存知でしょうか。多分知らないと思います。この特集号を読めばですね、頻度的にはそれほど多くはないんですけれども、悪性度は極めて高く、予後不良の大腸低分化腺がんについての拡大内視鏡、 NBI 拡大内視鏡を含めた内視鏡的特徴、それから肉眼的、病理組織学的な特徴が十分する理解することができるでしょう。次お願いします。まず序説ではですね、広島大学の田中伸二先生が本特集号を企画するに至った経緯についてですね、いつもの論調で熱く語ってくださっております。次お願いします。次に主題ですけれども、岩手医大の菅井先生がですね、大腸低分化腺がんの病理学的、病理組織学的、遺伝子学的特徴について通常の大腸がんと比較検討して解説いただきました。スライドに示しますように、先生方は大腸低分化腺がんをその組織像から3つに分類して検討しております。そして、通常の分化型腺がんとの、明らかな差異がこの論文により理解することができると思われます。次お願いします。次にですね、国立がんセンター中央病院の坂本先生らが早期大腸低分化腺がんの肉眼的特徴、さらには内視鏡的特徴につきまして、おまとめいただきました。スライドのごとくの特徴像がですね、最新のきれいな拡大内視鏡 NBI 拡大像とともに提示されております。全国の各施設がせいぜい 2,3 例しか持ち合わせていない早期大腸低分化腺がんを8例もお持ちであるのは、さすががんセンターという感じであります。次お願いします。続きまして、ここからは主題症例と題しまして、興味深い、早期大腸低分化腺がん症例が提示されています。まず大阪市立総合医療センターの佐野先生から、大きさわずか4ミリで診察度が SS であった大腸低分化進行がんの症例が提示されています。次お願いします。次に国立がんセンター中央病院の松本先生から、大きさ15ミリの著名なリンパ管侵襲を有する表面型大腸低分化腺がんの一例が、次お願いします。広島大学金尾先生から、大きさ12ミリ上行結腸のポリポイト型の低分化 SM がんで、および直腸の大きさ10ミリの 1S 型 SM がん例の2例が提示されています。次お願いします。札幌厚生病院の黒川先生から、盲腸の大きさ13ミリの表面型 SM がんが提示されております。次にお願いします。で、今日司会のですね、丁寧慶仁会病院の野村先生から、盲腸の大きさ3ミリの小さな SM がんが提示されており、次お願いします。秋田赤十字病院の吉川先生から、11年間に経験した3症例が提示されております。次お願いします。また大阪医大の、川上先生から、盲腸の大きさ20ミリの陰管細胞がんと粘液がんを伴った SM がん例が提示されており、次お願いします。東京都がん検診センターの、富野先生から、横行結腸の大きさ20ミリの巨噬状病変から進展したと考えられる表面型 SM がん例が提示されております。いずれの症例もですね、美しい画像と詳細な文献検索とともに掲載されています。どの症例もですね、非常にインパクトの強い病変で、一読されるだけで皆さんの記憶に深く残ることと思います。次お願いします。次に主題関連症例として、大腸低分化腺がんと鑑別が必要な症例についても提示されております。大阪鉄道病院の清水先生から、E シグネットリングセルカルチノーマの多発大腸転移の非常にきれいな症例と、次お願いします。福岡大学筑紫病院の二宮先生から、鑑別が必要な転移性大腸がんの2例が提示されており、大変勉強になります。次お願いします。さらにこれらの主題症例の臨床的側面から、私斉藤が、次お願いします。病理学的側面から、順天堂大学の八尾先生が、見事にまとめてくださっております。次お願いします。さらに主題研究として、東京都健康長寿医療センターの新井先生から、大腸低分化腺がんの中でも比較的予後の良いとされます髄様型大腸低分化腺がんの臨床的特徴、病理組織学的特徴、分子病理学的に特徴について、多数の分子マーカーを含めて解説いただいております。
このようにですね、大変盛りだくさんな内容でありまして、この一冊を読めばですね、臨床的に極めて予後が悪い、大腸低分化腺がんの特徴が十分理解することが できます。そして、明日からのですね、大腸低分化腺がんの早期発見に、つながることを受け合いであります。本会場の前でも、販売しておりますので、ぜひともですね、多くの先生にお読みいただければ幸いでございます。以上であります。ありがとうございます。